Timer started. トマン&西くんチャンネル。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。トマンです。西くんです。今回は誰でもできる腹筋4分間トレーニングを行っていきましょう。はい。それではトレーニングを始めていきたいと思います。まず1種目目、まあ知ったんですけれども、両手を膝の上、お皿を見上げながら体をゆっくり上げる。ゆっくり。よく肩甲骨をね、浮かすイメージがよくわからないというね、コメントをいただいたんですけれども、ここでこのまま手をスライドして、そっちにまず意識を持っていきながら、自分の体が床から離れていくと確認してください。ゆっくり上げて、ゆっくり戻す。そう。戻すときもしっかり力を入れながらね、行ってみてください。それで、それを応用して、手をこのように伸ばした状態から、こっから体を上げて、で、戻す。このように難しいですね。前にしながらバキュンバキュンって感じでいいです。バキュンバキュン、しっかり移動してバキュンズキュンズキュン。その次ズキュンをですね、左右足の外側に出会って行っていきましょう。ほい、しっかりよ、斜め横の敵を狙いながら最近スクラップになってますか？大型バックレードはあるみたいですよ。もうね、彼が今年に入ってからやってません。そうやね、スプラトゥーン上げよう、動画。あ、次足股関節に先めるようにしながら、かかと、あ、ベルトスタッチ。これすごいね、肩甲骨を動かしながらで、結構きつい。ええ、きついでしょ。これを続けてやっていきたいと思います。さあ、すっごい地味なんですけれども、本当に基本の筋なんですよね。腹筋、そのまま肩甲骨を動かしていく。で、時もパタンと倒れてしまわないように、一回やったり。体を戻す。腹筋ってね、なんか100回やりましたっていうよりかは、動きを変えたら、この筋トレをやりやすくやった方がやりやすいと思うので、しっかりと一回だけ腹筋に引き付けながら行ってください。締めのね、トレーニング、結構ハードトレーニングがね、こういうことをしたらいいと思います。手を伸ばしながら、ここから、ズキュン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 、顔を一緒と。終わりですね。やっぱり腕の筋肉が減るから。そう。体幹から手が遠くなるので、体が起こしにくくなるトレーニングになります。すごい溜まってしまいました。なんでですか？わかりません。僕は出身は大阪です。はい。だからね。今ね、アプリゲームで。親子をよく流れてるやつ、最近あれやりたくなりました。プレゼンになれるかどうなってください。いきますか？僕はやってないです。はい、僕と一緒にボイスチャットでやりましょう。だから実は本当にやってくれるというかね、一回ね、僕のことを素人ですよ、僕ゲームはそんなね、上手くないんです。一緒にできるか、やりましょう。ああ、ふっ。オッケー。きつい。きつい。地味にきつい。ちょっと緊張ね。